ピエール・エルメ、ピエール・エルメ、ピエール・エメイ、1961年11月20日帯は、フランスのパティシエ・ショコラティエ、パティスリー界のピカソと言われている人物であり、自らの名前を使用した、ピーター・エメイ・パリス、ピエール・エルメ・パリというパティスリーショップを展開している。アルザスの中世の街並みが残るコルマールのブーランジュリー、パン屋の四代目として生まれた。 14歳の時がストン・ル・ノートルの下で修行を始めた。24歳でホションのシェフパティシエとなり自らの芸術の頂点を目指した。そのオリジナルな作品と技量、及び独自のオートパティスリー、高級ナバティスリーの伝授ゆえに司会で経されている。1996年末にホションを去り、ラドゥレの副社長を経て共同経営者。 シャルルズ・ナッチと共に、ピエール・エルメ・ハリを創業した。1998年に、東京・清井町にある、ホテル・ニュー・オー・タニにて第1号店をオープン。2000年7月に、第2号店千葉・イクスピアリにて、ピエール・エルメ・サロンドテもスタートさせた。2012年2月15日にて閉店。2001年には、本国・フランスでも、存在感を発揮し、 パリロックのボナパルト通り72番地にブティックをオープンさせた。サンジェルマンイコールデイコールプレのファッション街の中心に位置するこの店はすぐに気を博して熱狂的なファンが毎日訪れ世界中のスイーツ通りにとって欠かすことのできないスポットになっている。2004年末には斬新な店舗デザインのパリ2号店をパリ15区ボジラール通り185番地に オープンさせ、ピエール・エルメ高級パティスリー研修工房へコール、フェランディも、開校の運びとなった。この研修工房は、パリ商工会議所の威信ある、料理学校フェランディ校とタイアップしたものである。2005年2月には、ラグジュアリーコンビニエンスストアの新コンセプトを掲げた、日本第3号店を、バーショコラを併設する形で、東京の表参道界隈南青山5丁目交差点。 神宮前五丁目、青山通り沿いで、スタートさせた。2015年5月現在、ピエール・エル・メハリは、日本国内に12店舗、東京9、横浜1、大阪1、神戸1、海外27店舗、パリ14、ロンドン3他を展開している。大相撲平成23年7月場所より、表彰式で優勝力士に渡される直径41センチメートル、 厚さ23センチメートルの巨大マカロンが手渡されている。この巨大マカロンは式典用で食べられず、金箔でコーティングされた22個の黄金のマカロンが副賞として優勝力士には贈られている。2013年には、おはよう乳業と提携し、エルメの代表的なフレーバー、イスパハンの風味を効かせた、ヨーグルト、ピーター・エメイヨーグルト・エイスパハンが発売された。 同商品には他にも、サティーヌ、アンフィニマン・バニーユ、コンステラシオンのフレーバーが商品化されている。また、2016年には、赤木乳業とのコラボ商品として、イスパファン風味のアイスクリームが発売。翌年には、キャレマンショコラ風味も発売された。今やフランス、日本、およびアメリカでも著名なピエール・エルメは、パティスリー界に、 新たなセンスと近代性をもたらし、具串からパティスリー界のピカソと称賛されている。ピエール・エルメ・ハリでは、菓子類のデコレーションは控えめにして、絶えず技術面の再検討を図っている。ピエール・エルメのオリジナル作品は、大人のためのスイーツであり、必ずしも過去の手法にとらわれず、子供時代のノスタルジー的な菓子作りからも脱却して、堂々とガストロミー界にデビューを果たした。 味覚の喜びだけが唯一の指針をモットーとするエルメは、その完全に独創的な味覚、感性、歓喜の世界を作り出すことに成功したのである。ピエール・エルメは超一流シェフたちともコラボレーションして、リサイタルの形で豪奢なガラディナーを各国で模様している。エルメは世界中で最も偉大なフランス人パティシエとの称賛を得る。これまでに、 数多くの書籍も出しており、その中にはアメリカとイギリスで2005年10月に刊行されたザ・クック・エス・ブックも含まれている。同書は第11回グルマン世界料理本賞2005のベスト・クック・ブック・デザイン賞ベスト・クック・ブック・デザインに輝いた。ピエール・エルメはパティシエの仕事というものについて独自のアプローチをとり、 かつては揺るぎないと思われていた伝統的手法を革命的に変えた。例えば、お菓子をごてごてと飾り立てていた旧来の装飾を思い切って廃する一方、砂糖も塩と同じように他のフレーバーのニュアンスを引き立てるための調味料として使うことを実践したであった。また、新しい味覚の領域を探索したり、自分のレシピを定期的に再検討したりして、 自身がなしてきた仕事に対してさえも新たな問い直しを意図はないのである。こうしたひるいない天文ゆえに、ピエール・エルメは、パティスリー界のピカソ、防具氏、パティスリー界の挑発者、フードワイン氏、前衛的パティシエにして、フレーバーの魔術師、パリマッチ師、キッチン・エンペラー、ニューヨーク・タイムズ氏、現代パティスリーの王、ザ・ガーディアン氏といった賛辞に加えて、 主事の栄誉や勲章を得た。しかし、エルメにとっては、スイーツファンから素晴らしいと認めてもらえたことが何よりも価値があることだという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。